皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、困難は逃げたら必ずまたやってくるということについてお伝えしていきたいと思います。人生いろいろと過ごしているとですね、自分にとって苦手なこととか、困難に思えることとか、いろいろと遭遇することは多いと思うんですよ。当然私もそういうシーンはあります。最初から全て完璧にできるわけではありませんし、例えばクレームとかですね、自分がうまいことをやっていたとして、人から見て特に非がないような状態であっても、理不尽なクレームっていうのを受けたりすることも当然仕事上ではあったりします。誰が見ても相手が悪いって言ってもクレームを受けることだってあるわけですよね。で、そういうものも例えば、自分がですね、逃げずに引き受けて、そういった方とどういうふうに対処をすればその方たちはね、納得するのか、ないしは納得しないにしても落としどころはどこなのかっていうことを一回体験すると、次っていうのは、大丈夫になるわけじゃないですか。なのでその一回体験するのを、例えば逃げたり、例えば誰か違う人に処理をしてもらった時には、また似たような事象が目の前に現れるんですよね。結局どこかの段階で乗り越えなくてはいけない課題として目の前に現れるだけなので、基本的にはまたっていうことがね、起こるんですよ。で、例えばこれが1回目うまくこなすことができて、苦労したとしてもうまくこなすことができたら、2回目はもうそのデータの蓄積と経験の蓄積があるわけなので、そちらをまた同じようにうまくこなしていけばいいということになりますよね。ですので基本的にですね、自分が苦手だなとか困難に思うことがやってきたら、今自分が成長のチャンスなんだと思って逃げずに、最善策、最良の策を模索して、その解決に当たるということを毎回やってると、できることの範囲がすごく広がっていきますし、自分がもっと大きいことをね、やっていく時にも、その解決したという自信が次の自信につながっていくので、ぜひですね、困難は逃げない、全て解決をしていくというマインドで向かっていっていただけると、できることが広がると、扉がね、たくさん開いていくようになりますので、そんな人生を皆さんには送っていただきたいなというふうに思っています。それでは。